オジェリエイリエは、ロシアのモスクワ州南部にある都市。モスクワからサラトフへ向かう線と、モスクワからドネツク丹田へ向かう線が分かれる、鉄道の分岐点として、重要な町である。モスクワの南 125km の位置にあり、カシーラの町からは南東へ 10km。人口は2005年時点で1900人ほど。2002年国勢調査で11,113人であった。 オジェリエーリエ駅オジェリエーリエの市街地オジェリエーリエは1578年の記録に存落として初出する。1900年にモスクワリペツ区間の鉄道が開業し、駅の周囲に集落ができた。1930年代半ばには、オジェリエーリエでベニョーフ及び、ノボモスコフスクへ分岐する鉄道が開通し、鉄道の分岐点の町となった。このため機関車の車庫や鉄道大学もこの地に置かれた。 1958年、オジェリエーリエは、市となり、現在に至っている。鉄道の分岐点の町であるオジェリエーリエでは、産業も鉄道にちなむものが多い。鉄道車庫、鉄道修理工場、鉄道大学などがオジェリエーリエに所在する。オジェリエーリエから、モスクワのパベレツ駅へは、直行列車が出ているほか、モスクワ方面のカシーラ、ドモジェドボ、 リペツク方面のセレブラヌイエプルディなどへの列車も出ている。道路交通ではモスクワからアストラハンへ向かう M6 幹線道路が通る。ありがとうございます。